モンジェン生体ミツノブです。今回の動画もね、私の音声で解説していこうと思っております。このね、まああの動画ね、すごく痛がっておられて、今もストップって言われてるんですけども、どうしてもね、音声がね、おかしくなっちゃってて、仕方ない。 でですすけれども、まあ、使おおうと思ってててね私のね音声で説明させいいただいておりますちなみにねこのお尻の部分っていうのは大殿筋中殿筋小殿筋っていう、まあ、筋肉の塊なんですよねでここの筋肉が固まってしまうと腰痛や足のしびれなんかにね出てくる場所なんですねでここの場所っていうのはねやっぱりね腰痛にはね、えーにえー、なんていうのかな 腰痛の人は絶対仕方がななないい場所みたいな感じになりますね今も痛すぎてストップってなってますけどここここって言って今指さしてた場所が「理状筋」って言ってね「あの梨状の筋肉」って書いて「理状筋」って言うんですけどすごく小さな筋肉大腿骨と大腿骨にくっついてる、まあ、あの筋肉なんですけどもそ,の筋肉そこの筋肉が硬くなると座骨神経痛なんかにもね効果的だったりする場所なんですよ。ですからねね皆さんも、ね ちょうど椅子に座って大腿骨が椅子に当たるところというのを触ってもらってその内側ですよね内側 1cm ぐらいのところをまあ皆さんお持ちのねソフトボールだったりとかゴルフボールだったりで置いてそこをねグリ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 としてあげると足の疲れとかえっと 何座骨神経痛とか腰痛とかがね、すごく改善してくれたりする場所ですね。そこをね、ぜひね、ご自身でもやってみていただければいいんじゃないかなと思います。で、それがね、自分ではなかなかできないっていう人はね、やっぱり当店ね、奈良のね、門絶生態三つ延ばで来てもらうか、最近ね、近くでやられてるね、門絶生態たくさんありますから、そちらで受けていただくかをしていただければいいんじゃないかと思います。ただ、奈良まで来られるような変態さん、そこのあなた。 聞いてるそういう風な方は私はね来ていただいた方にはもうドエースで攻めまくりますから <laughs> すごく楽しみで今ねこれやってるね押さえ方ってもうだこれね1年以上前の押さえ方なんでこれにね更にね痛くさせるためのね技っていうのが特にたくさんあります。 <laughs> そんなね痛みつけてどないするんだっていう風な話なんですけども、まあ、そこをねしっかり緩めてほしいって方がね、えー、遠方からね来られております、えーね、北は、えー、北は、うん、どこだろうほあの北陸から南は大分までね結構ねえ東京とかもね当たり前に来ていただいてますからね、えー、<laughs> そんな感じです今もまたストップ入っちゃってますけどもそれぐらいやっぱり痛い場所なんですよねここがねどうしても硬くなる人っていうのは特にね座り仕事 座り仕事とかあとね運転の疲れなんかがあったりするとやっぱりねずっとこうお尻を圧迫してるのでどうしてもねこの場所がね硬くなりやすいんですよねまあねなかなかね言ってもね仕事は変えられませんからでで今ねここからねここが硬くなるとやっぱり腰痛になってしまいますよっていうふうな、ね、説明してますけれどもでこの部分ってねどうしても自分じゃなかなか緩めにくいです。 でやめていただいた方がいいこと、まあ、できればなんですけれども椅子に座る時に足を組む行為っていうのをねやめていただくとここのあの。 大電筋群だだ、えー、大電大電中電筋小電筋とあと,あと離乗筋というのはね引っ張られにくくなり硬、えー、くなりにくくなりますからやめていただければいい、うんね、行動の習慣の一つあともう一つね絶対やめていただければいい行動として。 特に男性に多いんですけれども後ろポケットに財布を入れるっていう行為ですね後ろポケットにね物を入れるっていう行為がどうしてもねあの腰痛の原因になったりしやすいんですね皆さん思い返してみてください自分で椅子に座ったりとかする時に何気なく後ろポケットに物を入れてる方これ要注意ですよなんでかって言ったとね椅子に座った時に 後ろポケットに物が入っている厚みの分だけ骨盤がずれてしまって足の長さが短くなりやすいんですよね。 てこの原理であちょっとね硬くなってあの骨盤がずれてしまうんですなのでできるだけ後ろポケットにものを入れられている方は、えー、やめられてみてくださいであと仕事柄ね腰にものをつってお仕事をされている方で結構腰痛が出られる方とかもおられると思うんですけどもそういう方もねできれば右だけにものをつるというよりかは左側にも同じような重さのものをつっていただくと腰痛が改善したりしてくれます これはねやっぱりね現場の職人の人とかあと何美容室の人とかシザーケースを右側につけてなんか仕事をされるとかねあと警察官の方とかね右側に拳銃つけて左は何もつけないとかこういう方結構おられますからそういうふうな、ね、方はね左側にも何かね同じような重さのものを左右均等にしていただくだけでも腰痛の解消する原因になってくれたりとかします。 なのでねそれができる方なんていうのはねちょっとね工夫をしていただければいいんじゃないかななんて思ったりもするわけでございます。で、えー、やっぱりねここのねずっと硬い部分をね緩めてねこうやって痛そうなねこれ声聞かせてあげたいんですけどもね音声がどうしても仕方がなかったんで、えー、ね仕方がないんですけどあとねここをね押さえて緩めるだけではなくて寒くなってくるとお尻を 温めててあげることによってもやっぱりね「腰痛が改善してくれたりとかするんですよね門前生態三つの部」えー、で、えー、皆さんにお伝えしている場合のはねあの冬場になった場合腰痛が出てくる時には、えっと、まあまあタイツは履いてくださいねっていう風にねずっと言い続けてますけれども後ろポケットの辺りに貼る回路を1枚2枚だから両方に2枚ですよね貼っていただくようにするだけで実はね 劇的に足の、ね、冷えとととかかか腰痛とか、えー、が改善ししてくれたりとかします。なのでそこにね、うん、貼ってみてください後ろポケットってねの辺りから少し前にかけて、ね、の横あたりに貼る、えー、回路を貼っていただくとそこにね、えー、温めたいけど何が効果的かって言ったら足の、えー、ところに座骨、えー、じゃない <laughs> えー 大体動脈っていう,なんていうかなお尻のところにねすごい大きいね血管が流れてますちょっと忘れ名前と忘れちゃ,ししちゃいましたけれどもそこの辺りを温めてあげるだけでね全体的に温かくなってくれるんですよね足お尻をしっかり緩めあ温めてあげると本当にね効果的にね腰痛が改善してくれたりしますなので私も、えっとね、こうやって仕事をしてえっと何かな冬場になって 座り仕事してる時っていうのは何、えー、座布団型のホットカーペットをお尻に引いてお尻を温めてあげてますでそのお尻を温めてあげるだけでね劇的に、ね、腰痛を本当に改善するんですよ、まあ、車の運転が多い方なんかだったら何、えー、ていうのかな シートヒーターとかありますよねあのシーーートヒーターなんかでお尻を温めてあげるとね結構ね腰痛が改善してくれたりするんであの皆さんねお持ちの車でもし、えー、シ,ーターあのシートが温めてあげることができるんだったらやってあげてみてください、えーね、持ってない方なんかでもね座、えー、布団型のホットカーペット最近はね何あのモバイルバッテリーで ででできるるやつもあったたりとかするみたいですかすすみいら職場でね電気を使わずに自分の持っていったモバイルバッテリーで温めたりとかすることとかもできたりしますからぜひねやってみててみあげてくださいで最近私も知ったんですけれどもモバイルバッテリーを使った、えー、何切る電気毛布みたいなのもあったりしますよね。 上,上の着る電気毛布のベスト版とかあとは下で,でも何下のタイツでも電気毛布版みたいなのがあったりするらしいですよね、えー、外の仕事をする方なんかはね皆さんそれ使ったりとかして温められてるみたいですから是非ねまだまだねタイツ履いてもまだ寒いんだっていう方はそれをね是非やってみてください私もねやってみた昨年ね買ってみたんですよねそしたら私の場合はね暑すぎて <laughs> ちょっとねダメだったんですけどもあのやっぱりねそれをね違う方にお譲りしたらそれをねもう重たいけどこれを着ないともう寒くて寒くて仕方がないんですっていう方にねやっぱり効果的でしたね。私もねタイツで電熱線の入ったタイツですよねとか電熱線の入った 上着とかね、これね着るだけでも本当にね劇的に変わりますから皆さんね体をしっかり温めてあげることっていうのねやってみてくださいよで本当にねこのね受けてる方のねギャーギャーする悲鳴ね聞かせてあげたいんですけどもねどうにしてもね音声がね飛んでしまってるんでねでも痛そうな感じ伝わるでしょやっぱりここの部分をねグリ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 ぐりっとね緩めてあげるとね効果的にね腰痛に効きますから皆さん是非ね ここの部分をね緩めててあげてほら痛そう痛そうこれで見てるの楽しいんですよね、えー、ギャッつってねあの痛、ー、めつけられてるのを見てるとやっぱりとねすごく楽しいですから <laughs> やっぱりド S なんだな私って思いますねそれを見てるだけで楽しいっつって言ってしまう自分がね嫌いじゃないです。<laughs> ストップって入ってて入ますけどね、ストップが入った瞬間もまた楽しいんですよ。いいですよね。こうやってね、人を痛めつけて、えー、痛めつけてるのにお金をも,もらえて、で、えー、お客様もそれが喜んでいただいて帰ってもらえるっていうね、一種のね、すごいサークルの中に入ってますからね、そんなのを受けたい方はぜひね、もんぜん生体密つの分遠いけどね。だからの 遠隔地ですけどもそんなところにね来られる、ね、変態たちいっぱい集まってきてますからさあそれはいいですよねそんな変態たちだけが集まるのが門前生体光信です。 だからね、他の地域の方々はね、奈良とかもう東京とかにもいっぱいねたくさん門舌生態できてきてますからそういうとこ行ってね満足されたらいいんですそこで満足できない方が当店門舌生態三つ延に来るわけですからまあねそれが分かる方だけでいいと思います。<laughs> で本当にねここをね抑える場所ってねあの、 あのソフトボールとかゴルフボールでね置いてそこをグリグリしてあげてもいいですしかなりねそれだけでも効果的になりますから是非ね皆さんご自身でやってみてあげてくださいあ時間もねちょうどねいい時間になってきましたからねこれぐらいで終わろうかと思います腰痛にはここが劇的に効きますからめちゃめちゃストップしてますけど皆さん是非やってみてください以上モンゼス生体三つの部でしたまたねバイバイ